皆さんこんにちは。はい、ということで今回はですね、スクール入学3日で、歯科医が240万円という売り上げを上げられた方法についてですね、濱口さんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけども、濱口さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、まず最初ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですが、まず濱口さんのですね、活動されている地域とお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、今現在北九州市に、います。はい、北九州市。名前は濱口忠臣と言います。濱口忠文さんですね。はい、はい、ありがとうございます。ご年齢はおいくつでしょうか。40です。あ、40歳、今年40歳ですかね。はい、40歳ですね。はい、かしこまりました。はい、今されている活動の内容も簡単に、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、歯科の院長先生の用の、はい、歯科専門のコンサルタント業です。歯科専門のコンサルタント。かしこまりました。はい、で、それと同時に濱口さんご自身でもその歯科医をもうやられていらっしゃるということですね。はい、はい、かしこまりました。で、今回ですね、まあ、そもそもなんですけども、うちの SNS 集客アカデミーに、まあ、ご入学いただけた、まあ、きっかけっていうところをちょっと聞いていきたいなと思うんですが、まあ、実際こういう集客系のスクールって他にもいろいろある中で、まあ、我々のアカデミーを選んでいただけた何か決め手となったきっかけだったりとか、そういうのがもしあればですね、はい、教えていただきたいなと思うんですけども。はい、2つ目のその会社を作る前にですね、はい、ブログを書いてたんですけども、アメブロの方で。で、その時に北野さんが、いいねと押していただいてて、で、はい、で、フォロー申請もいただいてたので、はい、どんな方に、その、まあ、承認というか、いただいたのかなって言ったところが最初のきっかけで。あ、そうだったんですね。はい。で、見ていくうちに、すごい知識の持ち主の方だなと。思いまして、まあ、門叩いたというかですね、コンタクトを取らせてもらったというようなところです。あ、そうだったんですね。はい、ありがとうございます。いや、こちら嘘です。はい。はい。ということで、なるほどですね。実際、うちのアカデミー入られてから、まあ、どれぐらいの実績が出たのかとかもちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけども。時間軸でお伝えすると、12月12日の日にですね。今月ですよね。今度が撮ってるのが今12月の20、今日が22日なので、ちょうど10日前。はい、10日ぐらい前に。なんですが、その時に、いわゆる、少人数のセミナーっていうのを開催していただきまして、でその時でそのアカデミーのことをお聞きしてですね、その日のうちに入会しました。あ、はい。で、その後、翌日にですね、副代表の上村さんの方から、初回コンサルという形いただいて、アドバイスいただいて、で、そのまま、プロフィールとかですね、もうそのまま添付した状態の、次の日に、もう、一件決まっちゃったと。なるほど。プロフィール作成をして、はい、次の日に240万。ちなみに、売上ベースで言うと、はい、ちょうど、まあ、タイトルにもあった通り、240万円の受注がいただけたということですね。はい、かしこまりました。で、この240万円っていうのは、1件のパッケージで240万円っていう。そうですね。厳密に言うと8ヶ月パックみたいな感じですね。30万かける8ヶ月の240万。あ、なるほどですね。トータルパッケージ240万円と。うん、はい。これはもう一括でっていう感じですかね。一括キャッシュで、はい。らしいですね。まあ、よく結構コンサルタント業をしてる方とかでも、例えば、まあ、コンサルティング、まあ、価格によって人によっては違うんですけど、なんか分割でとか、例えば50万円のコンサル販売したとしても、例えば月々5万円ずつの分割でってなると、結構ね、キャッシュフローとか悪くなっちゃったりとかってことがあると思うんですけど、はい、うん、しっかりとこう、もう一括で、もういただけてるっていうところですね。そうですね。まあ、最初っていうこともあって、院長先生、その、方には、分割でも全然後払いでも成果報酬でもいいよというふうにはお伝えしたんですが、もう本当商品力を気に入っていただいたというか、もう明日払うからねみたいな感じで。あ、なるほどですね。じゃあターゲットされている方ってやっぱりもう今すでに歯科医を経営されていらっしゃる、方だったりとか院長先生とか、そうですね、そういう方が多い感じですかね。はい、はい、かしこまりました。でちなみに今回この240万円受注いただけた、例えばその成功した秘訣であったりとか、濱口さん自身が意識されたポイントとかですね、まあ、この動画見てる方でもですね、何かしら例えばじゃあ営業の仕方だったりとか、まあ、いろいろちょっと学んでいきたいという方が多いと思いますので、まあ、何かあればですね、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。もう、いわゆるオンライン集客に関しては、でもほとんど、お勉強したことがなかったので、もう、そのまま全く加工せずに、言われるがままに、その通りにさせてもらうっていうのが一番成果が出るのかなと、思いました。特に、高額な、例えば商品とかだと、まあ、そういえば営業したら、なんか逆にお客さんに嫌われるんじゃないかだったりとか、で逆に言うと、その、なかなか高額だからこそ、なかなか自分に自信が持てないとか、なかなか営業できないという方もいらっしゃると思うんですけども、なんかそういった方に対して、例えば浜口さん的になんか気をつけることがあるとしたら、どういったアドバイスをされますか？なるほどですね。一応自分の中でですね、マーケティングファネルっていうのを考えてみたときに、はい、まあ、段階が一番最初が、いわゆるインスタ、で、その次がアメブロ、で、はい、LP、無料相談、制約と。大体5段階で落とし込んでいるんですが、もうその、もうよく言われるように、もう接触回数を多くして、もう本当気に入った方が向こうから来ていただけるような、ですね。だから、クロージングも含めてなんですが、もう説得に行くような感じではなくてですね、はい、もう最終的に確認に行っていると、本当にうちの商品でいいんですかみたいな、はい。そうすると、お互いあんまりストレスがなく、はい、いけるのかなと。いうようなところでやってます。素晴らしいです。確か営業っていうのはもう説得ではなくてもう確認の場であると、っていうことはもう営業する前に段階でもある程度決まっちゃってるってことですよね。そうですね。信頼関係の構築であったりとか、はい、ちなみに今回、ご制約された流れとしては、インスタからアメブロ、はい、でそこからお申し込みが入って、はい、でそこから、セミナー、無料ズーム1時間相談です。なるほどですね。無料ズーム1時間相談と。はい。無料ズーム1時間相談でご制約をされていらっしゃったと、はい。はい。でもこのズームの相談がもう、確認作業になってるよってことですね。そうですね。で、その時の、向こうの、期待値をさらに、超えるというかですね。うん。ために、事前に、問診票みたいなもので、お悩みのところが、書く。ものを書いていただいたんですが、それに対して、まあ、パワーポイントで作って、大体1時間なんですけど、結局1時間半ぐらいかかるんですが、その、まあ、プレゼンをさせていただくと、もうこんなにしてもらうとは思えなかったと、無料なのにという感じで、もうその場でという感じでした。ああ、なるほどですね。まあ、相手の期待値を超える提案、これってやっぱりビジネスという価値提供というところでもすっごい大事なところですよね。そうですね。素晴らしいですね。はい。ちなみに、浜口さんが、まあ、入学されてまだ間もないと思うんですけれども、うちのスクールに入る前と後での、まあ、本当にちょっとした変化でもいいんですけれども、まあ、実績面の変化ではすごいね、大きな売り上げ上げられていらっしゃったと思うんですが、その他何か心理面的な変化だったりとか、気づきとかで、入る前と後での変化をちょっとね、教えていただきたいなと思うんですが。もう一番はですね、まあ、今、医療法人の理事長をしているってこともあるんですが、会社の経営のトップなので、はい、相談する人っていうのがなかなかやっぱ出なかったりとか、いうことはあるんですが、やはりスクールに入らせていただくことによって、経営面での、まあ、メンターというかですね、もういわゆる先生に、お聞きできるという環境が一番、まあ、心の支えというかですね、大きいのかなと。思ってます。これが一番の大きな変化ですね。なるほどですね。はい、まあ、確かによく社長業はまあ孤独だって、まあ、これフリーランスの方もそうだと思うんですけど、一人でやっぱやってると相談できる人が周りにいないから、まあ、やっぱ常に不安だし、まあ、それからじゃあ次どういう展開をしていけばいいのかだったりとか、じゃあ当然やっぱ会社組織でやってるとね、いろんな社内トラブルとかもあると思いますし、なところでその心の支えというのが一番大きかったっていう。そうですね。ですかね。はい。かしこまりました。じゃあ最後になんですけども、私、北野のことをですね、一番最初に、知ったときに、ぶっちゃけ、これ正直、これ本当に打ち合わせとか一切してないんですけど、ぶっちゃけ僕に対しての印象ってどういう印象だったのかなってちょっと聞いていきたいと思うんですけど。もう一番最初で、はい、一番最初というか、先ほど申し上げた通り、ブログから、はい、フォローからまた見させていただいたんですが、はい、もう一言で言うと、もうサービス精神に溢れた方だなっていうふうな。要は、もう本当に一件あたりいくら取っても大丈夫なぐらいの、ノウハウをですね、無料の動画で配信されたりとか、
いうふうな本当サービス精神の溢れてすごいもう本当に世の中を変えてやろうと思っているような方なのかなっていうのが第一印象です。あ、そうだったんですね。はい。なるほど、そんな風に思っていただけたんですね。本当ありがとうございます。もう僕の結構過去の実績者の動画を見ていただくと分かると思うんですけど、結構僕に対しての印象って本当人によって様々なので、なんか結構怖い人だと思ってましたとか、はい、でもそう言っていただけてすごいありがたいです。はい、じゃあ、次にですね、最後ラスト2問の質問で、昔の自分自身に対してもし一言投げかけてあげるとしたら、まあ、どういった一言投げかけてあげたいですかっていう、まあ、質問なんですけども、まあ、ハモイスタ自身がうちのアカデミーに入る前の自分にもし一言、うん、こうしといた方が良かったよっていう、もし、まあ、一言があればですね。あ、なるほどですね。まあ、あえてあるとしたら、はい、悩む暇があったら早く入れと。悩む暇があったら早く入れと、うん、もしその時に、まあ、私のあまり悩まなかったんですけどね、アカデミーに入るとか、北野さんとお会いすることに悩まなかったんですけど、もしそういうのが過去にちらっとでもあったんだったら、まあ、悩んでも暇があったら行動しろというふうなのが、まあ、過去からっていう感じですね。なるほどですね。確かにね、これこの動画見てくださる方もそうなんですけど、まあ、別にうちのアカデミーに絶対入ってほしいってわけでは僕もなくて、ただ本当に今の現状をもし変えたかったら、それをやっぱ解決してくれるメンターとかの人っていうのを、まあ、見つけて、でこの傷口がなんか大きくなる前にもう今のうちからも手を打って、それを解決していくっていうことは僕もすごい大事だと思ってるんで、まあ、ぜひね、浜口さん自身もこの悩む暇があったら早く、まあ、入れというか、まあ、早く解決する、そういったね応急処置の今のうちに打っておくっていうのはすごい重要かなと思いますね。はい、最後に浜口さんからですね、この動画を見てくださっている皆さん、はい、まあ、この方、大体フリーランスの方とか、今特に中小企業の社長さんだったりとか店舗ビジネスをされている方が多いと思うんですけど、そういった方々に対して何か一言をもし投げかけてあげるとしたら、どういった言葉を投げかけたいですか？そうですね、はい、何もこれはそれこそ打ち合わせの日ですけど、勧誘動画ではないと思っているので、はい、もう、この、北野さんのところが、もし気に入ったんだったら入ればいいと思うし、出なくなったとしてもね、もう私から、まあ、偉そうにはあんま言えないんですけど、悩んでたら、まずは、北野さんのところに限らず、他のところでもですね、行動してみるっていうのが、一番結果が出るのかなと、思いますので、もうすぐに行動して、それから悩んだら方がいいのかなというふうに。あ、なるほどですね。まず行動してみて、はい、その後で悩むと。で、悩みながら行動していくっていうのがもう早いということですね。そうですね。うん。うん。はい、と思います。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今回ですね、浜口さんと一緒に動画を撮らせていただいたんですけれども、今回ですね、まあ、この浜口さんもですね、LINE アットでも、そのこれからまあ司会であったりとか、そういう店舗でまあ集客をよりしていきたいという方はですね、ぜひね、浜口さんの LINE アットもね、ぜひチェックしてみていただきたいなと思うんですが、浜口さん今 LINE アットで登録すると何かプレゼントとかがいただけたりとか、今、はい、実際まだ、3日目、4日目、5日目ぐらいなので、LINE アット自体がまだ、してないです。あ、はい。はい。これからなんかご予定とか、もしあれば。はい。ですね。まあ、今後、それいう機会があったときには、はい、もう何かしらですね、うん、それこそ、Zoom の1時間、完全に解決できる相談であったりとか、いうのは、つけようかなと思っておりますので。かしこまりました。じゃあ、カミングスーンということですね。そうですね。はい。しました。ぜひね、こちらも皆さん楽しみにしていてください。はい。またね、今回の動画少しでも勉強になっているという方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。私の概要欄からね、私と LINE でお友達になっていきますと、今だけ SNS 集客大百科でもね、プレゼントしておりますので、ぜひね、そちらも手に入れてみてください。はい。ということで、浜口さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。